はい、ちかぱんです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい。でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は渋谷パン旅、それでは行ってみましょう。 JR 山手線の渋谷駅からスタート。宮益坂方面の出口を出て5分、青山通りから60メートルくらい入ったところにあるパンオスリール。北海道産小麦、白神小玉酵母や自家製天然酵母にこだわっていて、焼きたてのパンをすぐに食べることができるカフェもあり、ギャラリー、イベントスペースでアートも楽しむことができるパン屋さん。都会のど真ん中にあることを忘れてしまうくらい癒しの空間なのです。朝8時からオープン。この後も続々と焼き上がっていました。今回のお目当てはパン数種類にドリンクとサラダがついたモーニングセット。パンはその日によって変わるようですが、この日は全粒粉のバゲットに醤油バター、ブリオッシュ、ライチなどが入ったパン、食パンの5種類、バターとジャムもついています。テイクアウトで購入したのは練りごまあんパン。フランスパン生地は弾力感じる食感。粒あんに黒ごまが練り込まれていて、ごま好きにはたまらない一品。もう一つは抹茶とダイナゴン。むにゅーっと引きある生地で抹茶の香りが心地いいの。中にはダイナゴンたっぷり。この組み合わせ最高です。練りごまあんパンの断面はこんな感じです。抹茶とダイナゴンの断面はこんな感じです。2軒目に行くのはグリーンサム。場所を桜ヶ丘町方面に移し、近くにはセルリアンタワー東急ホテルがあります。もう外観から可愛らしく気分が上がるんですが、実は2020年5月にリニューアルして、パンのラインナップも雰囲気もだいぶ変わってました。こちらで購入したのは大葉ジェノベーゼチキンサンド。ボイルドチキンに大葉のジェノベーゼを絡めて、紫キャベツのラペ、トマトをもっちりしたパンにサンドして、さっぱりした後味。キャロットケーキはマフィンのようなコロンとした形で、生地はふんわりしっとり、クリチの酸味と生地の優しい甘みがやばいくらい美味しい。いちごあんバターはいちごの赤に惹かれて思わず購入。ふわもちなパンに粒あんとバター、フリーズドライいちごが入っています。大葉ジェノベーゼチキンサンドの断面はこんな感じです。キャロットケーキの断面はこんな感じです。いちごあんバターの断面はこんな感じです。いつもなら渋谷から代官山までは歩いてしまうのだけれど、この日は暑かったので東横線に乗り、ツタヤの代官山 T サイトへ。最後に向かうのはプリンチです。スタバとパンが好きな方ならご存知の方も多いと思いますが、プリンチはスタバと提携しているイタリア発祥のベーカリー。ハードなパンからリッチなパンまでずらり品揃え豊かに並んでいます。こちらで購入したのはマリトッツォノッチョーラ。ブリオッシュに生クリーム、さらにヘーゼルナッツペーストが入っていて、真っ白な生クリームにココアパウダーが美しい。クリームもパンも軽い口当たりでペロリといけちゃいます。ミニコルネッティクレマはクロワッサンの味わいが強く、さっくり感が全面に出ていて、バターのコクにプラスしてカスタードクリームの甘みを感じます。クーポラフラーゴラは生地にドライイチゴとイチゴパウダーが練り込まれ、それにホワイトチョコペーストのクリーム。サクサク食感で一口サイズなのが嬉しい。ミニコルネッティクレマの断面はこんな感じです。クーポラフラーゴラの断面はこんな感じです。ここまでの復習、渋谷パン旅、一言で言うと早起きして朝パンしようということ。今回紹介した3軒は全て朝の8時からオープンしているので、お出かけ前に美味しいパンを食べてパワーチャージ、一日を元気に過ごしてみては。火曜日から土曜日までなら全て回ることができます。渋谷パン旅、参考になりましたでしょうか。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。